も。今回はメルセデス AMG の C117 CLA45 のコーディングご依頼いただきまして動画を回させていただいております。初めて見た 45CLA のちょっと口ひげっぽくなって、あ、ほんとよ、黒色がさ、ついてて、そっちまで結構口ひげっぽい、ね、で、やった内容が、はい、アイドリングストップのキャンセルと、はい、デイライトと道路標識アシストの3点。はい、いい音いい音するね。これがデイライト、うん、光をしました。いいですね、はい、ここね、道路標識アシストを使えるようにしました。こっちでも、ナビ側でも、ナビもメーターも出ると。そうそう、両方に出るように、良いっていう感じですね、はい、ただそれだけの動画になりますがめちゃめちゃ良いよね、この車も、うん、これに乗ってるエンジンっていうのが2リッターの4すごく逆光でした ありがとうございます。2リッターの4気筒で、はい、世界一速い、一番パワーがある市販車ではそうなの言われとったエンジン、これ出た当初もそうやし、マイナーチェンジで変わったところもそうやし、で今多分ね、現行新しくなった4号もそうや。この車体に380馬力すんげー速いし、変える分速いんか。そうで、あのね、メーターがね 360km かな、うん、一番下が0でそこからブーンって上がってくるんやけど、120キロを超えた0、30、60、90、120なるほどね。そう、日本国内の法律守って走ろうと思うのもここでしか動かないメーターの範囲がすごい。軽でいう40キロぐらいのところ、うん、もうね、久しぶりに乗ったけどいいわ、欲しなくてまたまた僕ね、GLA45 乗っとって、うん、楽しかった。まあ同じエンジンで、うん、要はボディの形が GLA になってて、うん、すげえ燃費悪かったけど2リッターなんですよ、リッター5とかやった、リッター 5? 遊んどったけど、ブンブンしながら、やっぱいいよこういう車もね、なんか1台在庫車であると面白いかなとかって思いましたね、改めて、うん、というわけでコーディングの動画でした。はい、最後までご覧いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。